様いらっしゃいませ。本日は森と水とロマンの鉄道臨時快速列車新津行きにご乗車くださいましてありがとうございます。幕末の歴史と郷土文化が今も生きる城下町、会津若松を後にして花と石油と鉄道の町新津を目指します。本日は磐越西線の旅をごゆっくりとお楽しみください。本日は蒸気機関車が故障のためディーゼル機関車による臨時運転となります。蒸気機関車をお楽しみのお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。臨時快速列車新津行きは磐越物語号と同じ停車駅同じ時刻で運転をいたします。この列車は7号車のグリーン車を除き自由席として運転いたします。あらかじめ指定席券をお持ちのお客様につきましてはお手持ちのお座席番号をご確認の上ご利用ください。指定席券をお持ちでないお客様につきましては空いているお席をご利用ください。なお途中から指定席券をお持ちになってご乗車になるお客様がいらっしゃいます。その際にはお席をお譲りくださいますようお願いいたします。グリーン車のご利用につきましてはあらかじめグリーン券をお持ちのお客様のみのご利用をお願いいたします。続きまして車内のご案内をいたします。先頭が7号車一番後ろが1号車です。4号車は展望車です。展望車の座席は皆様のお席ですので譲り合ってご利用ください。また4号車展望車には乗車記念スタンプと大正時代に使われていた郵便ポストが設置されています。ポストに投函された郵便には磐越物語号専用の消し印をして配達されます。売店は5号車にあります。売店では切手のほかお弁当やお飲み物を販売しております。どうぞご利用ください。一番後ろの1号車はおこじょ展望室車両です。展望室とおこじょルームがあり開放感ある展望室からは四季折々に変化する磐越時の風景をご覧いただけます。おこじょルームには滑り台があります。おけがには十分ご注意ください。お手洗い洗面台は6号車、5号車、3号車、2号車にございます。お手洗い洗面台は6号車、5号車、3号車、2号車にあります。なお3号車は女性専用トイレです。携帯電話のご使用はデッキでお願いいたします。またこの列車は全車禁煙です。おタバコは野沢駅と菅間駅の喫煙所をご利用ください。この列車の停車駅は喜多方、大和、野沢、秀谷、津川、三河、咲花、五泉と終点新津です。終点の新津には18時40分に到着いたします。これからスタッフが乗車記念手帳をお配りいたします。手帳の裏側には乗車記念スタンプを押すスペースがあります。どうぞご利用ください。次は色とりどりの花が咲き誇る花の町喜多方に停まります。